はい、皆さんこんにちは。りなでーす。たかです。エッキブログでーす。見てください、まず服装が全然違うと思いますが、はい、今からドイツの祭りに行きます。そこに行く間にはちょっと高速道路に乗りたいと思います。アウトバーンです。アウトバーンの動画を撮ってどれぐらい速く走れるかをちょっと見てみましょう。レナの友達のね、車がアウディということで、こちらです。行きましょう。行きましょうか。Let's see how fast we can go. シュボットかっこいいです。あれ、オートマだよ。あ、オートマなんだ。オートマにハイブリッド。My car. Sorry, sorry. ドイツではね、後ろの席もシートベルト必須です。なんでかわかる？みんな？運転が早いから。そうだよ。How long does it take from here to the? Yeah, about one hour. 100 kilometers. Yes. Okay. 意外と遠いですね。Yeah, it depends on how quickly Flo is going to drive, how long it's going to take. But today is raining, so be careful. Yeah, exactly. That's very slippery. Yeah, yeah, I know.道路、今から高速道路に乗ります。ちなみにアウトバーンは全ての全てが速度無制限ではないです。で、特にこういう工事をしてるところが多い、うん、ちなみにドイツの一番大事なルールは何かわかる？遅い人は絶対速いレーンに走っちゃダメ。そうです、それそのルールです。危ないよね、本当に。それ法律で決まってて、普通に200キロとかで走るじゃん、みんな、うん、左側のレーンだから超危ないです。そう、どんどんスピード上がってるよ。書いてあるけど、今180キロ。 Yes. でも全然そんな速く感じてないよ、全然。感じてる？いや、感じてる、感じてる。日本人だから感じてる。ドイツ人は感じないかもしれないけど、183キロ。まあでもアウディだから安定してピタッと走るから。そう、めちゃめちゃ安定してるから。まああんま怖くはないけど。そうだよ。でも速いなとは思う。ああ。自分でこんなスピード出したことないじゃん。ちなみにドイツのお車事情なんですけど、うん、昔はさ、マニュアルがめちゃくちゃ多かったじゃん、うん、だってお父さんとお母さんの車もマニュアルじゃん。マニュアル。でも今フローの車はオートマになってます。なんか最近増えてきたらしいね。意外と日本車も走ってますね。日産とかトヨタとか走ってるけど、一番多いのがドイツ車。メルセデス、BMW、ワーゲン、うん、この3つが多いかもね。あ、アウディも多いね。ドイツ人はドイツ車を乗るということだね。ポルシェを抜いていきましたよ、社長。そうだね。でもめちゃのめちゃめちゃのおじいさんが乗ってたよ。EQS。すごいね。メルセデスベンツの電気自動車の S クラス。日本では走ってないけど、やっぱドイツだと走ってんだね。もちろん。今アウトバーンずっと走ってきて思ったのがさ、はい、日本と全然違うのがさ、何が？ずっと車線がさ、4車線とかさ、少なくとも3車線ぐらいあるじゃん。あ、で1車線がさ、めっちゃ広い、横幅が。なんだろうね、車が大きいからかな、それからスピード出すから狭いと危ないから。そうじゃない。車線が広いのと車線の数がめっちゃ多い。全然気づいたことなかった。サインに120キロって書いてありましたね。うん、だからそういう風に指定はされてるってことだよね。そうだよ。常に無限大じゃなくて、いや、あの無限大の時にちゃんとしたサインがあるよ。ここはお好きにどうぞみたいな。そう、これに従わないと皆さん偉いことの罰金になるので。そうだよ、気をつけてください。そうだよ、はい、あと結構あの制限があると厳しいよ。気をつけた方がいいよ。あ、そうだよね。ちなみにさ、日本だとさ、覆面パトカーっているじゃん。ドイツではいるのかな。Deutschland gibt's da so eine Polizei, die nicht als, also quasi so Undercover-Polizei auf den Autobahnen gibt's. Ja. Ah, いるんだ。 Kann man da irgendwie sagen, die fahren im Normalfall dieses und jenes Auto? Nein. Gar nicht. Nein, wirklich? BMW. Aber sie fahren viel BMW? Ja. Okay. Juhu! 200キロ超えましたね。200キロ超え、うわぁ。初めての体験でございます。それでもめちゃめちゃ余裕にいったみたいな感じで、ね、全然不安感はないね。 もっと行くって感じだね。240キロぐらいまでだったら出せそうな感じ。これだったらサービスエリアに到着しました。うん、そうだね。
ちょっと寄りましょうか。大きい。ドイツのサービスエリアがどんな感じか、日本と一緒なのか違うのか。Are you sure? Did you see the price? Yeah, I don't pay it, so... I don't care. 見てください。あれ、日本より倍だよ。 2.6 ユーロとか。油めっちゃ高い。ちなみに街中だと2ユーロぐらいだけど、ああそう、やっぱ高速道路だとまたプラス40円とか 2.6 ユーロとか上がってる。 2.6 ユーロって300円超えてるからね。400円近いからね、1リットルが。やばいよ。ドイツじゃ無理だね、車買えないね。そう。だいたい一緒だよ。日本とドイツ一緒ですか？支払いは中でやらなきゃいけないよ。そうだ。入れてから中に入って何番で入れたかを言って、そこで現金かカードで払う。そうだね。だからガソリンスタンドとコンビニみたいなのが絶対併設されてて、あ、そうそうそう、キャッシャーの人にこう見せて、そうだよ、お金払って。確かに日本の方が安全でしょ。コンビニに入らなきゃいけないもんね。そうだ。アメリカもそうだけどね。めんどくさい。イギリスもそうだったよね、そういえば。あ、日本以外そうなのかな。てかさ、アジア人がさ、この服そう着てるからさ、そうだよ、変だよ、みんな笑ってるよ。そうだよ。カメラで日本語を喋ってるからめっちゃうるさいから。 YouTuber で日本語喋ってて恥ずかしいよ、ちょっとみんな見てくるんだけど、一緒に歩くのがちょっと恥ずかしいよ。スーパースターになった気分。いや、みんな見てきます。スーパースターじゃないよ。ということでこんな感じだね。はい、バーガーキンがあって、コーヒーショップがあって、あとドイツっぽいレストランがある。中もちょっと見てみる。入ってみる。はい、じゃあ入りますか。ドイツのサービスエリアが、まあ、こっちは一緒じゃない。まあそうだね、必要なものとかお土産だとか飲み物お菓子は買える。でこっちになんかコーヒーショップがあって、それもまあ日本と一緒だね。あるもん。あ、違いがあるよ。こっちはゲームセンターがある。奥に UFO キャッチャーのゲームセンターがある。こっちがパン屋さんかな。いや、ドイツレストランだよ。あ、レストラン。こういうファーストフードレストラン。なんかそう、自分でこうトレイを持って、持ちたいものをもらって最後に払ってどこかに座って食べる。ちなみにサービスエリアのトイレは無料じゃなくてお金が必要です。ここで言うと70セントここにお金を入れて、そしたらここがぐるっと開くようになってて、お金を払わないとトイレができません。はい、ということで。あ、ホテルもあるね。ああ、まあね。そう、なんか海外のさ、ああ、このサービスエリアってホテルがくっついてるところが多くて、アメリカとかもそうだったけど、ね、トラックドライバーとかがさ、多分お休みしたい時にこういうところに泊まるの。日本は多分ないよ、あんまりホテルは。わかんない、気づいたことない。 For reserve? Okay. Yes, yes, loading and for reserve. Yeah, good. Okay. ではでは、行きましょうか。アウトバーン初運転です。安全運転で行きます。 And I think until 120 we will drive electrical. そうか、こっち走んなきゃいけないのか。 Yeah. Yes. ね、日本と反対だからね。逆走する危ないよね、一番危ないよね。しないでください。 Are you okay? いや、ナーバス。ナーバス。Okay, でしたね。100キロまでだよ。Yeah. But it's 100 now. But I make a spot for you. でもここさ、100でしょ。Yes. Yeah. Unfortunately. Yeah. So, drive 100. Yep. Now. And if you go slow on the middle lane, people will get upset. People... And also, it's kind of illegal. Well, yeah, not really. If you slow down in traffic and be a danger to others on the, yeah. because you're driving slow in the middle lane. Yeah, but Rechtsfahrgebot. The police is more likely to stop you because you're hindering traffic because you're too slow than to stop you because you're too fast. Yeah. Only in Germany. 今80キロだよ。右に行った方がいいんじゃない？わかりません。It's fine to just go on with 100. Why? Because it's always fine to go on with 100 on the autobahn. And that's why Melly doesn't drive. Yeah, I think so. Usually nothing's gonna happen. Because if we get the ticket, my company will get it. Oh! Taka better keep to the rules.
Otherwise, my company will ask me why it looks so different. 走って。いや、ダメ。120km だよ。だから120km だから、だから 110km 走ると遅いよ。左レーンで。だってさ、10km オーバーしたらもうアウトでしょ。いや、10km オーバーは大丈夫だよ。あ、いいんだ。でも後ろから車が来たら、ちゃんと右レーンに行かないと。あ、怒られる。ふわふわふわってやられる。ああ、ダメだけど、うん、あのこうライトとかでやったりする。ああ、パッシングされるんだ。そう。日本と一緒じゃん、そこは。めっちゃアグレッシブだよ、ドイツのドライバー。マジで、うん、マジで。もう俺ドイツで運転するのやめようかな。怖いじゃん、そんなの。なんか意外と私の両親も結構アグレッシブだよ。まあでも日本でもアグレッシブな人いるからね。そのすぐみんなアホだよみたいな感じ。まあ日本人もドイツ人も変わらないね。ね、だからあの本当はすごくなんていう、ゆっくりな性格の人でも、うん、運転したらなんか全然別人になるみたいな感じ。運転で性格変わる人いる。そう、怖いよね。怖い。Okay, so Paka couldn't speed too bad. Yeah, I'm sorry. That's okay. でも初アウトバーン。アウトバーン楽しかった。逆に危ないからね。日頃さ180キロとか出してない人間がさ急に出すと危ないから。そうだね。よかったんだね。まあね。まあめっちゃ田舎に来たね。はい、そう、ここはアウトバーンが終わったから、はい、どこかでまた。そう、変わった方がいい。そうだね。俺逆走する可能性高いよ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。Thank you. You're welcome. はい、ということで下道になりましたのでもうすぐ着きます。あとね、6キロ。でもめちゃめちゃ可愛くない？そう、めちゃめちゃドイツっぽくない？ドイツの田舎町って感じ。マークトシュバーベンよりさらに田舎の、そう、ポツンポツンポツンって家があるだけで、そうで、全部がそんなドイツっぽい家だよね。そう、めっちゃいい感じ。タカがずっと見たい見たい見たいって言ってたから、ドイツの田舎の風景に見ることができました。はい、ということでお祭りの町に着きました。はい、私たちは到着しましたので今からマイバウムフェスを楽しみたいと思います。5月祭りだね。はい、紹介したいと思いますので、はい、アウトバーンの動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。